夢ラジオ第6883回、今日は令和6年10月16日水曜日です。時刻は午前11時、岡山美作からの放送、あと1時間したら正午ですね。こちらは秋の空広がっています。雲がいっぱい出ていますが、鱗雲ですね。10月の中旬、美作は秋いっぱいです。さて、田んぼもなぜか緑のものが植わっていて、この前稲刈りをやったはずなんですけど、もう何か植えていますね。さて、美作から今回は伊藤寛さんが語る中川翔一、こんなタイトルでお話ししましょう。伊藤寛さん、もう夢ラジオのリスナーさんではご存知の政治学者、国際政治をご専門としているお方なんですよ。チャンネルさくらをはじめいろんなところにお出になって、最近ご自身のチャンネルもお始めになりましたね。で、その伊藤寛のチャンネルで中川翔一と安倍晋三を取り上げてるんですよ、伊藤寛さんが。で、今回はその前半部分、中川翔一を伊藤寛はどう捉えていたのか、これ興味ありますよね。これお二人とも東大法学部で、そして在学中に知り合っていて、しかも伊藤優には中川とは会う前からお互いの噂は聞いていた。だから初めて会った時にも東大でね、なんか初対面のような気がしなかった。で、中川くんは正直なやつだった。こんな風にも言うんですよ。伊藤さんは中川翔一のことを正直なやつだった。もっと言えばお父さんの一郎さんも正直な人でした。ですから、あの中川一郎翔一のあの親子は政治家には向いてなかったんじゃないのか。こうはっきり伊藤さんはおっしゃってましたね。で、中川翔一さんは麻布高校を出て東大法なんですけど、二浪して東大入ってる。その二浪の時期が苦しかった。東大に入るための二浪の時期がね。で、伊藤さんによると、後に政治家になり大臣となっても、こんな政治的な問題よりも、ね、政治的な課題よりも、後に政治家になって大臣になってもね、目の前のその政治的な課題、難しいはずなんですが、それよりも本当に苦しかったのは東大受験のあの浪人の時だったというふうに伊藤さんに中川翔一は言ってたようですね。仲良かったんですよ、このお二人、伊藤寛と中川翔一はね。で、中川さんはその後銀行員となり、そして政治家に転身と。で、伊藤さんは国際政治をご専門とする、そういう学者さん。で、伊藤さんはワシントンにいて、中川さんが東京にいたり、で、ワシントンに来ることもある。で、伊藤さんだって時には東京にも帰ってくる。ということから、東京またはワシントンで、その後もずっと再会する、そういう間柄だったと伊藤寛は言うんですよ。中川翔一は非常に勉強熱心で、そして僕がアメリカの政治を専門としているということからと伊藤さん言うんですね。彼がワシントンに来た時には必ず僕に連絡を取ってきて、そして僕が知ってることを彼に言うと全部メモを取っていたんですね、とか。やっぱ中川さん、人角のお方ではあったわけです。で、今回のこの伊藤寛による中川翔一追悼、このお話の中でも
やっぱり一番印象的な部分はローマでの酩酊会見ですね。で、伊藤さんはズバリ何か中川さんは盛られていた、そういうふうに言っています。ただ証拠はありません。で、酩酊会見の前に財務官僚で日銀官僚、そしてもう一人読売新聞の記者、この読売新聞の記者が同席していてワインを飲んだと。で、中川さんお酒強いですから、でお酒好きでしたからワインで一杯であんな風にならない。で、みんなワイン一杯だけ飲んだらしいんですよ。けど明らかにもう中川さんは酩酊会見の時初っ端からまともに喋れないような状況でしたね。ですから何か盛られたんじゃないのか。で、伊藤さんはっきりは言わなかったけど、その読売新聞の記者、これが疑わしいみたいな、そんなご発言でした。畳みかけて伊藤さん言うに、あの場には白川総裁、日銀のね、白川総裁とあと財務官僚で、それを取り囲む日銀官僚財務官僚もいたのに、明らかに中川君はおかしかったのに、あの時ね、なぜ最初から誰も止めなかったのか、なぜあの会見をそのまんまやらせてしまったのか、これも非常に奇妙だ。それはそうなんですよ。ですから伊藤さんによると、日銀官僚、大蔵官僚、そして読売新聞の記者、こういった者たちが、全部グルになって中川君をはめたんじゃないのか。ただ証拠はないですけどね。そんな風な言い方をしていました。で、もともと中川翔一さんはお酒の好きな人 で伊藤さんと伊藤寛さんと会う場合でも、最初は真面目な話やってんだけど、すぐにお酒をぐいぐい飲み始めて、で最後はもう尻滅裂っていう、そういうこともしょっちゅうだったと。伊藤寛さんと2人で飲んで酔っ払うぐらいなら楽しい話ですけど、財務大臣でしたからね、しかも晴れ舞台の財相、そして中央銀行総裁会議、あんなところであんな会見やってしまったら、しかも誰も責めていけない、自分の責任ですよ。あれが中川さんのもう転落となり、でその後選挙でも落選、そして落選してから中川さん亡くなりましたね。中川さんが選挙で落ちたのは、自民党政権が民主党政権に変わる2009年のことでしたね。あの選挙で8月の終わりの鳩山由紀夫さんが首相になった時、あの選挙で中川翔一さんは落ちたんだね。で、その後北海道の支持者のとこ行って、もうすいませんって鎮痛な面持ちで、私の実力不足でしたとか、不徳の致すところでとか、その後亡くなられました。で、伊藤さんは今回の中川君を忍ぶっていう、そういう番組でもまるであれが自死だったかのようにお話しなさっていましたね。中川翔一さんが自死だったってことは私は聞いてないんですけど、伊藤さんはもうそう見えたと。で、中川さんに多少なりとも近い伊藤の視点から見るとそう見えた。よく考えたら一郎さんだって自死かどうかよくわからないような死に方をされて、中川一郎さんね、今もってその本当の死因はわからない。で、このお父さんの中川一郎さんが九州大学をお出になっていて、北海のヒグマって言われたんですけど、九州大学をお出になって、それで中央の官僚にはなったんだけど、九大卒ということで非常に苦労されたらしいんですよ。やっぱ東大卒じゃないとね。そのことから息子の翔一さんが二浪したとはいえ、東大に受かった時にはお父さんの一郎さんが泣いて喜んだと。けれど、一郎さんも翔一さんも結局は人生をそのような幕引きせざるを得なかった。
で、このことをもって伊藤寛さんは今あの一郎昭一のお二人はどちらも政治家には向いてなかったんじゃないのか、こんなまとめでしたね。伊藤寛さんが中川さんを語るっていうのは多分ないと思う。で、伊藤さんも、まあ、今回よく知ってた中だから、そして時間も経ったから、昭一さんが亡くなられてもね、時間が経ったから、じゃあお話ししましょうかと。だから今までは、ね、言えなかったんだけどってことで、中川昭一さんが突然大きな恐怖に襲われることがあると伊藤寛さんにポロッとお話になったことがあったらしいんですよ。その得体の知れない大きな恐怖で呼吸もできにくくなるような、そんな状態にもなると昭一さんは伊藤寛さんに言ってたらしいんですよ。で、今だから言うよという感じで伊藤さんそれをお話しされてるわけね。で、そういうある意味弱さを抱えた昭一さんなれば、やはり政治家というのは本当はやめた方がいい道だったのかもしれない。今回のこの私のご紹介で、へえと、伊藤寛と中川昭一にそんなことあったのか、もっと詳しく伊藤寛チャンネルでお話しされていますよ。ぜひチューンインされてみてください。